はい、皆さんこんにちは、ピッツァでございます。ワールドスタジアムスにね、今日もやってまいりましょう。スワローズとの11回戦、ヤクルト阪神ですね。もうこの取材ですから、ヤクルト阪神11回戦となります。タイガースは先発1番手のカージーさん、あちらスワローズは伊藤智人さんですね。高速スライダーの伊藤智人さんね、わー、ちょっと真ん中にね落ち気味かな。さあ今日も打ち勝つことができるのか。試合開始でございます。今度はまあまあ決めてきたね。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。さあフルカウント勝負してくるかタイミングが悪かった。外ギリギリやね、さすが。さあこれは飛びすぎたか。文心くん引っ張った、これは左中間マップ立つ。さあ打った文心くんセカンドへ向かいます。ツーアウトからチャンス作りました。ツーベースヒット。そして好調を維持している4番のジョンソンさん。1、2塁間、これは抜けない。辻さんナイスキャッチ、セカンドゴロ。初回タイガース文心君チャンス作りましたけども後続打ち取られました。無得点。飯田さん初球打ちでしたね。あ、間に合った。3番キャッチャー古田。見逃し三振。まずは初回7個抑えました。カージーさん5番サードクロワーク。これはどうだ。おお、センターの横、あー抜けてはいかない。シングルヒット。6番ショート今岡。これも同じような当たり、左中間連続ヒット。そして檜山さん。わあ、2球同じ球来た。これは落ちるか。あ、落ちた。バットの先端、これは伸びきりません。センターフライ。タイガース先制しました。矢野さんのピッチャー返し、すごい当たりやねセンターへ抜けていく。さあピッカージーさんもチャンスメイクできるか。うん、おお、ライト前に抜けてった。2点目入りました。
さあこれで満塁になりました。いやーこれはまずい。つぼいさん珍しい。セカンドへの併殺だ。見逃し三振、連続三振ですね、これで。池山。スライダーをすくい上げた感じになったのかな、今のは。空振り三振、スリーアウト。カジーさん好調、2回の裏も無得点に抑えてくれました。一二塁間強烈なゴロが抜けていく。ライト前ヒット。盗塁成功。左中間に流した打球、宇宙間で言いそうになった。ツーベースヒット、3点目入りました。さあブロワーズさんは落ちない、これは落ちない。これも左中間の当たり、間を抜けていきました。さあ今ボールを掴んで戻ってきました。ファーストアウト、ランナー進塁。あ、これはボテボテ。3回表タイガース2点追加、4対0となりました。あー、辻さんが好調やねんね。で、あれかスタメンバッティングか。センターへ、これは新庄さんの守備範囲。お、3回の裏で諦めました。ライダー添島さん。空振り三振。カジーさん3回パーフェクトに抑えております。さあピッチャー誰になるのかな。ああ、ひろたさんだ。ピッチャーひろた。これもヒットになる。カジさん今日2安打。1番センター、新庄。センター前抜けるかの当たり、エンドランかかっておりました。ランナー1、3塁。落ちるか。あー落ちないね、うん、これでは帰れません。今日は坪井さん当たってない。センターへ抜けていった打球はセンターオーバー。ツーベースヒット、タイガース2点追加。ジョンソンさん今度は右中間抜けていく。7点目。
ブラーさん引っ張った、伸びる伸びる、レフトオーバー、これもショートコース、セカンドギリギリセーフ、そして2安打今岡さん、センター返し、これもヒット、連続ヒット、これでワンアウト1、2、3塁、打ち上げた、タッチアップ、セカン9点目、ははは打ち損じた、ファーストゴロ、スリーアウト、さあ何点入った、5点入りました、この回5点追加、9対0としました。飯田さんまたもや初球打ち、見逃し三振、3番キャッチャー古田、もともとのショートゴロ、スリーアウト、梶さん依然としてパーフェクト継続、その梶さんから5回の表打席となります、2打席連続ヒット、これはあちょっと上がりすぎた、ショートフライ、1番センター新庄、さあ新庄さん大きい当たり、左中間へ入りました、8号ソロ、10点目、ここでリリーフピッチャー交代、昨日に続いて山部さん登場、山部さんが意外とね、あーこれは風が出ました打ちにくい、わー入ってんのか今度は入ってなかったボール球、さあ文心君は今日3安打、ああ初球引っ掛けちゃった、はい、ということで3アウト、この回新庄さんに一発飛び出しまして10点目が入りました。カルビー三振、6つ目の三振、池山、連続三振、7つ目、6番これは大きい当たりは新庄さんが熱盛プレー、これで依然としてパーフェクト継続、本当にパーフェクトいくんか、今日は2安打、ジョンソンさん、ジョンソンかこれ打ち抜け、うわダメじゃん、あ打ち上げたなんでこんな山部さん打ち抜くんやろ、ちょこっと曲がんないよね、センターこれも伸びない、うん、あー詰まった、マコさんも詰まっちゃった、
スリーアウト。6回の表はタイガース三者凡退ですね。パーフェクト継続できるかね、買いにくいよね、こうなってくるとピッチャーね。ピッチャーゴロ、代打かな。ああ、代打だ、代打土橋さんだ。今日はスタメンを退いている土橋さん。代打土橋。あ、やな予感。ツイッター1番センター飯田。さあ飯田さんのあたりは右中間。あーいかん。LR が入ってなかった。田中さんは今日三振ばっかりやね。打ち上げました。センター新藤さん掴んでスリーアウト。さあこの回は連続ヒットで、スワローズようやく1点返しました。7回表タイガースは檜山さんから。さあタイガースはラッキーセブン。ピッチャー山本。さあ鋭い当たりはハイファール惜しい。ねえ、にゃんずがにゃんこちゃんが膝に乗ってきた。あーバトンセンターだ。さあ代打出しましょうか。左行こう。左やからね、八木さんかな。なんでやな、めっちゃ打ちのくい。さあこれはセンター前ヒット。1番センター新庄。詰まった。こう頼むから邪魔せんでくれ。はい、リリーフやね。葛西さん行きましょう。おー違うよ、葛西さんよ。はい、ピッチャーじっとしててね。目の前にね、覆いかぶさってくるようにね。見えないよ画面が。打ち上げた。これもこれはセンター。セカンドゴロ、スリーアウト。スワローズクリーンアップからの攻撃でしたけども三者凡退。わあ坪井さんノーヒットやん今日。坪井わあこれもや。捉えられてない。サプンシン君今日はホームランがありません。あーこのスライダー結構詰まるな。ということは上がる前に叩けたか。ボテボテの当たりになっちゃった。はい、8回の表タイガース三者凡退。6番ライト稲葉。センター稲葉さん、稲葉さん初球打ちでした。番辻さんまだヒットがない。辻さあところ8番ショート宮本。これもサードゴロ。
間に合いました。スリーアウト。さあ9回表ですね、5番のブロワーズさんから。今日はブロワーズさんは2安打。うわやめて、ちょっとわーい、タイミングが入ったー。21号ソロですねこの状況をお見せできないのかなと思いもう暴れまくってる膝の上でこっちふみふみして。さあ今岡さんはあれやな、さあ引っ張ってレフト前。さあ今日は4安打ですね。で檜山さん、先ほど惜しい当たり、あー打ち上げたか。檜山さん今日もヒット、犠牲フライ1つ。さあ山さん右打ちはライト前、1、3塁となりました。投げんの、おお、危ない危ない、ちょっとごめんなさいね。よいしょ、そっち行かないで画面の前は、よいしょ、はい降りといてください。はい、すいません。軽い三振。さあしかし新庄さん回ってきました。今日はホームラン1本。ツーレツーレフト線フェア、ああセカンドアウト。さあしかしこの回3点追加しまして、13対1としまして、9回裏ですね。わ懐かしいな、オリックスで活躍した高橋さんじゃないか。初球打ち詰まりました、ショートゴロ。おお坪井さん取った。空振り三振、ゲームセット。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。早々とね、川崎さん攻略できたのが大きかったんですよね。はい、ということで13対1でしたね。カジさんが6回1失点ですね。笠井さんが3回完了で、ホームランは今日は新庄さん8号、ブロワーさん21号と2本出ております。他球場ジャイアンツ勝ちましたね。斉藤正樹さんで牧投手が負け、ミンチさんね、牧原さん2セーブ、もう一つの試合はベイスターズが勝っております。トカノさんが勝ち投手ですね。ということで今日もお祭り騒ぎになりました。カジーさん負けなしの12連勝。伊藤智人さん、ひろたさんがね6失点やね。ヒットは本当に2本だけやね、井戸さんと土橋さんとね、あの2安打が絡んでね1点取られたっていうね。カジーさん惜しかったね。はい、ということでなんと坪井陳次ですね、こちらは坪井さんがおたこですね。ブンシックは3安打で5割乗せました。でジョンソンさん2安打、ブロワーズさん猛打賞、今岡さんに至っては4安打ですね。檜山さんが4タコ、矢野さん
カジさんが2安打ずつと、20安打13得点というね、今日の結果でした。次回は12回戦ですね、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。